はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。横田慎一です。はい、横田慎一チャンネルでございます。今日は何ですか？今日はもうなんつうの、ビッグスリーって言うんですか、もうこれですよ。もう出たね、ビッグスリーですよ。はい、マーベリックと、はい、シムと、はい、でエピックマックス LS でございますね。 LS です。はい、はい、揃いましたよ。もう純粋に対決、もう、うん、これ僕のエースです今。はい、まあもうほぼほぼ最新のドライバーでございますね。マーベリックも。そう、どれが本当に一番飛ぶのってことでございます。そうそう、でこのエピックもね、また結構すごいからね、うん、これ片山慎吾の動画でも 1.53 出てたでしょ。はい、うん、もう初速がね、そうなんですよ、半端じゃないと。初速半端じゃないです。はい、これを今回はね、タイトレストの V1 こちらを使って、検査してみたいと思います。2019年モデルですね。はい、2019年モデルです。はい、もうね、はい、いい加減みんな知りたいと思ってる、うん、どれが一番飛ぶのよって、はい、そうですよね。うん、そうです。お、今日は、はい、もうテンポがいいですね。はい、もう説明はいらないと、はい、見てくれと、はい、いう感じでございますか。はい、じゃあちょっとマーベリックだよね。うん、まず行きたい。好き、それやっぱいいクラブ、ね、これはもういいよ。もうまず何が好きって、もう僕フェース面がこれ好きでね、うん、やっぱりね、もうこの僕が一番好きなこの、なんていうんですか、あ、このアングルだね、このアングル、はい、やっぱりこう、なんていうんですか、あのここか、ここか、ちょっと今三脚があるんでね、なんかなかなか足が邪魔でね。そうそう、はい、シャフトがこうまっすぐなんでね、やっぱり一番この僕が好きなこうちょっとヒールの方が出てるというんですかね。はい、なんていうか熱く当てられる、そうなんですよ、クラブでございます。はい、じゃあこちらで、はい、とりあえず行きたいと思います。お願いします。はい、まあ、いい球、いい球ね、うん、熱いし、高弾道低スピンですね。そうですね。はい、今のでどんな感じですか。はい、クラブスピード 45.4、うん、ボールスピード 67.3、うん、キャリー 264.0、うん、トータル 291.8、うん、スピンレート2046でございます。はい、見取り図 1.48、うん、そうね、ちょっとだけあんまりいい当たりじゃなかったです。はい、はい、じゃあエピック、エピックいきますか。エピックマックス LS でございます。マックス LS、はい、なんか幸之助と同じようにそこに鉛貼ってますね。ああ、ちょっと軽かったんで、うん、はい、ちょっとあれしました。はい、でちょっとね、セッティングをちょっと欲張りにしてマイナス1。なるほど、マイナス1ってことは8度になってるんですか。そうですね。はい、じゃあさあ、ただねこの LS はあんまりヒールが出てないので、これドロー打ちに行くと、うん、あのいけない顔してますね、これは。なるほど、うんうん、でもこうやって画面で見るとそうでもない、まあちょっとヒールやっぱりないかな、うんうんうん、だからこういうクラブってのは無理やりドロー打たないで、うん、ちょっとストレートフェードみたいな感じで行った方がいいんですよ。はい、ではお願いします。はい、でもちょっとドロー打ちに行きたいね、こういう検査になるとやっぱり少しでも飛ばしたいからね。あ、やっぱりちょっと、やっぱりドロー打ちに行ったら引っかかるわけよ。うん、うん、はい、消しましょうかね。うん、消しましょう、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあいきます。エピックマックス LS でございます。お願いいたします。ます、これはドローを打つというよりはストレートフェード系を狙って。ああ、でもこれ
れはでも飛んでるよ、ちょっと引っかかるけど、はい、厚く当てに行った時にちょっと引っかかるんだよな。はい、出ました、うん、ボールスピード、あ、クラブスピード 45.9、 ボールスピード 68.5、 キャリー251でございます、うん、トータル 286.9、 スピンレート2041、うん、スマッシュアクター 1.49。 え、飛距離はマーベリックとどっちが出てる？マーベリックの方が飛んでます。飛んでます、はい、なるほど、さすがエース。うん、よし、じゃあシム、はい、シムのお顔はこんな感じでございます。シム2、さあこれ今スタンダードなんですよ、はい、でちょっと僕の中ではちょっとロフトがあるのでちょっとこれ一発打ちますけど、うん、多分スピンがちょっと入っちゃうと思うのね。あ、本当は立てたい、うん、だからちょっとこれ一発打つけど、もうすぐ新しいテーブル作ってもらって一個立てよう。多分これじゃあ多分スピン入っちゃうわ。でスピン入んないようにちょっとドローをきつめに打つね。はい、どうぞお願いします、うんうん、やっぱりダメだ、ちょっと欲張っちゃう、はい、そうですね、欲張ってグッと縦に行っちゃうと、うん、そう引っかかっちゃうから、はい、今日もこれは削除で、うん、だからやっぱね飛ばしに行った時にねどうしてもやっぱフック系強く入れちゃうんで、やっぱりもう打つ前から分かってるんで、うん、ちょっと立てますね。一目盛り、一目盛り立てます。うん、なんか二目盛りいっちゃおうかな。どうぞ二目盛りいってくださいよ、ね、うん、うん、これじゃまだ、うん、こないだの篠崎シニアに行った時、篠崎さんが、篠崎のりおさん、うん、はい、このシム2を使ってて、はい、めちゃくちゃ立ててて、めちゃくちゃ飛ばしてた、はい、塚田さんと変わんなかったもん距離が。あ、そう、そう、塚田忍さんと、そうそう、あの2人ずるいよね、シニアで300ヤード以上飛ぶってもうこの間あの箱根カントリーのシニア行って、解説行ってちょっとなえた、みんなのあまりのうまさにそしてパワフルさに、うん、はい、じゃあシム2立てましたので、はい、お願いいたします。ちょっと立てすぎたかな、ちょっと立てすぎたかな、おお、まあ、ちょっとかんね、ちょっと滑っちゃいますね、うん、ちょっとヒールかな、うん、どう、距離でもいってんじゃない、いやちょっとスマッシュファクター出てないかな、ヒールだから、はい、いきますよ、うん、クラブスピード 46.0、うん、ボールスピード 68.5、うん、キャリー 249.0 です、うん、トータル 288、 スピンレートが 2004、 ちょっと立てすぎたかな、スマッシュファクチャー 1.49 ってことで、ちょっと落っこちてるかなって感じ、そうですね、はい、ちょっともうちょっと芯に当てますね、うん、ちょっと滑り気味だね、はい、だからやっぱりちょっと寝かすわ、滑りナックルですね、うん、滑りなっこ、はい、いや今のもねやっぱりもう全部見せちゃうと1708回転、うん、そうね、で球が低いんでね、そうですね、ちょっとキャリーが出てない、やっぱりちょっと欲張りすぎた、立てすぎ、ここまで欲張っちゃいかんですわまあやってみないと分かんないですからね、そうなんですよ、そう、こういう作業やっぱ必要ですよ、そうですね、はい、このやっぱりこうシム2はここで今初めて検証するんで、うん、はい、どうなっていくかですね、はい、
ただね、シムはやっぱりすごくこういろんな顔があるんですよ。なるほど、うん、だから結構選んで選んでね行けば絶対いいのあると思う。これシム2が何が好きってこうちょっと食いつきがいいんですよね。うん、うん、出ました食いつき、うん、だから、はい、なんか方向性良さそうなんですよ。はい、マーベリック飛ぶんだけどちょっとだけ食いつきがパーンといくんで、まあ、その分飛ぶんですけど、やっぱりこのくらいがいいやロフト。ほら、おー来た来たよ。おー潜ってる。来たよ。どう、これがシム2の距離です。出ました、うん、クラブスピード 46.7、うん、ボールスピード 69.7、 キャリー 258.5、 トータル 294.4 のスピンレート 1993 でございます、うん、これあのガチ当たり、うん、いい当たりでした、うん、はい、ガチ当たりで、じゃあやっぱりどうです、この時点で、この時点マーベリックまだ当たってないもんね俺ね。いや、マーベリックが一番いい球でした。あ、でした、はい、はいはいはい、オッケー、はい、はい、この時点でですね、はい、発表お願いします。はい、まあこのシム2ちょっと調整したんで2発送ってるんですけど、はい、もう削除してください。そのあ、じゃあ分かりづらいです、全然合ってなかったですから。はい、デリートもう最後の一発でいいですよ。はい、うん、まあこういう感じです、うん、まあマーベリックやっぱいい、マーベリックいいんだ。はい、でちょっとエピックマックス LS 及ばず、うん、そしてまあそのちょうど中間に、うん、シム2がいるというところでございます。ただ今ツアー行ってるとこのエピックがみんな使ってるし、はい、めちゃくちゃいい球打ってるよね。みんなすごい球打ってます。ほら幸之助がね、うん、あとほら亮君もね、亮君もすごいんだけど、ほら池上健志郎はね、うん、違うドライバーなんだよ。ああ、ほらあそこで取手国際で、韓国の選手と回ってえらい飛んでたじゃん。あれはほら名前と忘れちゃった。チョミンギュ、うん、チョミンギュも飛んでたけど、ジャンドンキュ、あ、ジャンドンキュ、はい、ジャンドンキュもこれで飛んでたよね。まあ、うん、ジャンドンキも飛んでた、うん、はい、だからまあ彼はダイヤモンドカップの時かな、はい、あ、ジャンドンキはね、はい、ジャンドンキもこれだっけ。チョミンギュは違ったような気がするな。違う、ジャンドンキはそうダイヤモンドで、違う、あれあれほらチョミンギュじゃなくて、ほらあの人のすっごいロフト立っててさ、グリフィン、ちゃ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 、あ、グリフィンか、マッシュグリフィン、そうそうそう、グリフィンも違うドライバーなんだよ。え、グリフィンこれじゃなかった？違う、あ、だからエピックのこのエピックはエピックでしょ、だけどそうそうそう、ケンシロウと、うん、あのグリフィンは、うん、ちょっとまた後日発表しましょう。それは特別なやつか、特別なやつだから、そうかそうか、人参食べてね、そうそう、マッシュグリフィン、あ、そう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 、はい、グリフィン、グリフィン、あ、そうそうそう、韓国人選手じゃなかったね、うん、なんか記憶が薄くて俺もそういうこと言っちゃダメでしょ、うん、OK、 はい、そうなの、うん、だから、うん、横さんはそのもう一個のそのマッシュグリフィンと、うん、ケンシロウのやつがちょっと気になってるんじゃない。そう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 、ね、そう、あれ気になってる、うん、分かった。じゃあちょっとあれですね、でもここにいるのはもう本当あれだから、もう東大と慶応と早稲田みたいな戦いだから、うん、だからそれぞれの特徴をね、うん、横さん説明してくださいよ。あ、こういう人はこういうのがいいよ、ね、はい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 、ね、今ツアーで結構使われてるのはこのエピックのシリーズが多いですね。うん、マックス LS、 マックス LS は少ないんだよね、はい、確かね。で何が多いんだ、いや、マックス LS が一番多いです。あ、じゃあこれが一番多いんだ、はい、で、慎吾がすごい出てたのもこれだ、はい、1.53 です。そうです、そうです、うん、
で河野勇輝が、うん、エピックマックス、エピックマックス LS じゃない方、あ河野勇輝も飛んでたね、飛んでたそうなんだよ、ちょっとドヤ顔されてるもん何回も、うんうん、だからちょっともうまだまだちょっと深掘りしなきゃいけないね、そうエピックはね、あのキャロウェイのクラブは多様性があるから、うん、みんな使ってるんだけど実はみんな違うっていうね、なるほどね、はい、ところがあります、なんかいろいろ持ってるわけね、そうでシムです、シムはねやっぱりちょっと吸い付くんですよ、吸い付く、うん、だからそれがこうぐしゅってきて、うん、ちょっとそれがこう飛ばしにこういい影響を及ぼすというか、うん、普通くっつくと飛ばない、ちょっと飛ばないっていうかこうスピンが入っちゃうんだけど、うん、それをスピンが入んないように打つとこうどん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 調子が良くなってくる、うん、僕の時代だと X500 っていうドライバーがそれで、はい、その感じで調子良くなってきて、僕新潟オープンでドライブインディスタンスなんと1週間の1位取ったことあるんですよ、ね、すごい信じられないと思うんだけど、ブレンダン・ジョーンズが2位だったんでしょ、そうブレンダン・ジョーンズに、3位がチャンド、へえ、4位マノだったかな、へえすごい、そうそうそう、だそういうその食いつきのいいものっていうのはそういうメリットがあるんで、どんどんスイングの調子が良くなってきて、うん、コントローラブルなんだけど今度自分でスピンを抑えに行って飛ばすという感じになってくるのがこうシム2ですね、はいはい、でまあやっぱりちょっと今のところこうエースとしてはマーベリックかなという感じなんですけど、うん、まあシム2もこっちのエピックもちょっといいのをこういろいろ探すとね、うん、いいと思います、はい、やっぱりこうかなり探すんで選手も、そうですよ、ね、やっぱりキャロウェイの選手で深掘りさんなんかどうなの、20本とか30本作ってもらうんじゃないですか、でそのうち10本ぐらいねこうお目にかなうクラブがあって、その中から 1,2 本って選んでいくんだと思うんですけど、うん、やっぱり結構ねやっぱり選手の中ではこのフィッティングっていうのはかなり時間かかっていくんで、僕もこれ結構時間かけてね見つけたやつですし、いやかなり時間かけて作り上げたというかね、そうですね、うん、だからもう本当これなくなったらちょっとマジで怖いっていうか、うん、悲しいです、はいはい、なんで、シム2もねこのエピック系もまだまだ探してみたいなと思いますので、はい、飽くなき探求心は続きます、はいはい、なので皆さんもこう何ていうんですかね、まあ、通販とかもいいんですけれど、うん、やっぱ自分で見て、うん、買うっていうのが一番おすすめです、はい、そしてこうダメだったやつ、買ってダメだったやつはすぐゴルフパートナーとかね、その中古車屋さんに、中古クラブ屋さんに持ってってですね、はい、下取ってもらってすぐこう回転をすると、はい、やっぱ中古クラブ屋が寂しくなったらもう本当ゴルフの魅力半分になってしまいますから、うん、皆さんどうかね、クラブ中古クラブ屋さんをこう活性化するようにねあれしていただければと思います、はいはい、ということで、はいはい、プラチナ通りのエフォートさんでもいいですけど、はい、ゴルフ界みんなのことを考えて、はい、中古クラブ屋さんを楽しくするために新品を買ってすぐ売ると、はい、いうのが一番ゴルフ界がこう活性化してまいりますので、はい、そうするとねこうトーナメントもいっぱいあれしますし、クラブが売れるとプロゴルファーの契約金が上がります、僕はフリーですのでそちらは関係ありませんが、契約金が上がると、選手の年俸が上がります、そうすると、それを夢見たジュニアゴルファーたちがゴルフをするということで、とてもいいこう流れになって、はい、そこからいっぱいジュニアたちが上を目指し、そこから世界に羽ばたいて松山選手がみたいに優勝するということで、皆さんのこのいっぱいクラブを買っていただくということが日本のゴルフ界の発展につながりますので、ぜひクラブをじゃんじゃん買っていただいて、じゃんじゃん売っていただいて、はい、新品も中古でも何でもいいんで、いっぱい試打してですね、こういうように試打をするというのはとっても大事ですので、皆さんじゃんじゃん楽しんでみてください、はい、じゃあ今日もお疲れ様でした、はい、はい、ありがとうございました、最後までご視聴いただきありがとうございます、はい、それではまた次回もお楽しみに、はい、さよなら。